はい、どうも、銀南と申します。今回はスーパーファミコンソフトの魔女たちの眠りというサウンドノベルのゲームを始めていきます。オープニングで人があれしてるのすごいね。では始めからです。なんもねえです 初めてやるのでね。じゃあ一番上にしようか。思い出す。何を？あなたの名前は？名前入れるのか。こっちに濁点もあるな。漢字にもできるのか。漢字どうしようかな。まあひらがなでいいか。いい。うん。な、これ名字なしで大丈夫かな？銀杏。終了。これでいいですか？はい。彼女の名前は？え、彼女いるの？彼女か。どうしようかな。彼女は、じゃあうちの猫の名前をしつけようか。うちの猫オスなんだけどな。虹色だけど、じゃあ彼女なので虹子にしておこう。虹子ね。じゃあ終了。これでいいですか？はい。ふと窓の外に目を向けると、いつの間にか秋の夕暮れが静かに訪れていた。そうか、もうそんな時間なのか。こうして一日中会社に閉じこもって仕事をしていると、どうも実家の感覚が鈍くなる。ま、僕のような小さな会社のサラリーマンなんてそんなものなのかもしれない。朝から晩まで仕事に追われ、気がつけば一日が終わっている。ありふれた毎日の繰り返しだ。はあ、そう考えるとなんだか悲しい人生のように思えてくる。こんなに休みなく働いて恋人もなくお金までないなんて。さっき恋人の名前入れたよね。なんでだ。僕の人生はこうやって平凡に終わっていくのだろうか。じゃあお先に。その時不意に後ろから声が聞こえた。見ると同僚たちが次々と会社を後にしていくではないか。時計はとうに退社時間を回っていた。いけない、ついぼんやりしてしまった。しかし困ったことに、僕のデスクにはまだ仕事が山のように残っている。どうしようかな。僕はやっぱり帰ることにした。仕方なく残業することにした。どっちがいいかな。私は帰りたい派だから帰ろっかな。やっぱり帰ることにした。そうだよな、たまには仕事を忘れて早く帰るのもいいか。なんだか疲れも溜まってるし、残りの仕事はまた明日頑張ればいいさ。僕は都合のいい理屈を考えて強引に自分を納得させると、帰り支度を始めた。しかしその時だった。突然デスクの上の電話が鳴った。営業時間も終わったのに誰だろう。僕は仕方なく電話を取った。当然出なかった。私はね、もう退勤時間だったら電話出ないけどね。当然出なかったにしよう。当然出なかった。もう営業時間は過ぎているんだ。うん、もっともだ。出る必要はないさ。帰れなくなっちゃうからね。さ、帰ろう。でも何か気になるな。どうしようかな。やっぱり出ちゃおうかな。僕は思い切って受話器に手をかけようとした。はい、もしもし。その時誰かが先に電話を取った。まだ誰か残っていたようだ。会社の電話なのにもしもしって出るの？よかった。これで心置きなく帰れるぞ。
そう思って僕は帰り支度を整えると会社を出ようとした。銀杏さん。その時奥から僕を呼ぶ声がした。何？電話ですよ。僕に？全くついてないな。放っておくわけにもいかず、僕はデスクに戻って電話を取った。もしもし、お電話変わりましたとか言わないの？ん？しかし相手からの返事はなかった。もしもし？ダメだ。いくら呼んでも、やっぱり返事はない。くそー、騙されたか。誰に？僕は腹が立って受話器を叩きつけようとした。しかし、その時、受話器の向こうで名前を呼ばれた気がした。声は小さくて聞き取りづらいが、確かに僕の名前を言ったようだ。もしもし、私がそうですが、僕は慌てて答えた。何か声が聞こえるが、小さくてよくわからない。どうやら相手は女性のようだ。それにしても、なんだかこう、妙に胸が痛むのはなぜだろう。この感覚は、まあいい、疲れてるだけだ。それより一体何なんだ？もしもし、僕はイライラして大きな声を出した。は？よく聞こえないんですけど。助けて。殺される。銀杏さん。銀杏さん。銀杏さん。ん？誰かが僕の名前を呼んでいる。なんだか胸がズキズキと痛む。もう、何してるのよ。君は、誰だっけ？この笑顔は、確か。ねえ、銀杏さんは将来、何になりたいの？僕？そうだな。教師なんていいかな。僕は何を言ってるんだ？でも、これはどこかで。同じ。私もね、小学校の先生になるんだ。そしてね。そして、銀杏さんのね、お嫁さんになるんだ。待ってくれ。突然姿を消した彼女に向かって僕は絶叫した。なぜだか自分でもよくわからない。ねえ、迎えに来てくれる？待ってくれ。迎えに行くよ。絶対に迎えに行く。だからさ。待ってるわ。きっとよ。いつまでも待ってるわ。虹子。名前。目が覚めるとそこは見慣れた僕の部屋だった。夢か。乱れた呼吸を整えながら、そばにあった時計を手に取る。針は夜中の3時を指していた。しかしまた随分変な夢を見たものだ。なんだか昔の出来事だったような気がするが。よく思い出せない。こんな夢を見たのもきっとあの電話のせいに違いない。あの後、僕は早々と自分の部屋に戻り、すぐに眠ってしまった。なんだか気分が悪くて何をする気も起きなかった。
助けて殺される。今となってはあれが本当に現実だったのかすらよくわからない。ただ、あの悲痛なつぶやきが今も頭から離れなかった。しかし、僕もどうかしてる。こんな夜中にあんないたずらのことを考えるなんて。どうせ誰かが冗談半分にやったに違いない。そうさ、そうに決まっている。とにかくもう寝よう。いくら考えたって始まらない。僕は枕に顔をうずめると、再び深い眠りについた。翌朝、僕は出社時間ギリギリに目を覚ました。いつもと同じ平和な朝だ。ただ、妙な夢を見たせいか、どうも調子が悪い。かなり寝たつもりだが、いつもより目を開けるのが辛く感じる。しかし、現実は僕に同情してはくれない。こうしている間にも時間は容赦なく過ぎていく。仕方ない。今日も働くか。僕はベッドから飛び起きた。とりあえず慌てながらもコーヒーを飲みつつ新聞を広げる。やっぱり出社前に世の中の出来事を知っておかなくちゃ仕事にならない。サラリーマンとはそういうものだ。なんだって？その記事を見た瞬間、あまりのショックにコーヒーカップを落としてしまった。文工教師、都内公園で焼身自殺。見出しの横で微笑む女性の写真は、さっきの夢の少女の面影を残していた。そしてそこに書かれた名前を見た瞬間、現実と過去の記憶が頭の中で交錯する。まさか、虹子、君なのか？名前 そんな、胸の痛みがよみがえる。そして僕はすべて思い出していた。この新聞で微笑んでいる女性は虹子で、あの夢の少女は昔の彼女の姿だったのだ。虹子、もうあれからどれくらいになるのだろう。彼女は幼なじみで、中学くらいまではよく一緒に遊んでいた。一人っ子の彼女にとって、二つ年上の僕は兄のような存在だったのかもしれない。しかしやがて、それを淡く幼い恋心へと変わり、確かその時、僕は彼女に結婚の約束をして、誓いのプレゼントをしたように思う。それは、貝殻のペンダントだった気がする。誰にでもよくある、たわいもない約束だった。その後、僕は引っ越してしまい、彼女は少しずつ過去の人間になっていった。それでも何年か前までは、彼女から年賀状なんかが届いていたが、僕は懐かしいと思うだけで別に返事も書かなかった。確かに手紙には、田舎の分校の教師になったと書いてあったような気がする。とにかくそんな感じで、彼女のことはすっかり記憶の片隅に埋もれてしまっていたのである。そう、この恋の胸の痛みは愚か、初恋の女性の顔すらも忘れていたのだ。また胸が痛む。あの遠い日と同じように。胸が痛む？そういえば電話の時も、もしかしてあの電話は彼女からだったんじゃないか？
だからあんな夢を。僕はなんとか体の震えを抑え、机の中から彼女の年賀状を探し出すと、書かれた住所を頼りに彼女の実家へと向かった。そこではすでに彼女の葬儀が始まっていた。棺にしがみつく父親、反響欄で泣き叫ぶ母親、そして彼女の名前を呼ぶ友人たち。そんな悲しみの中で、僕は変わり果てた彼女と対面した。焼きただれた全身は奇妙な形に折れ曲がり、燃え落ちてしまったのか、右手は丸ごと見当たらなかった。あの懐かしい顔は、まるで化け物のように恐ろしい表情で黒く焦げつき、飛び出した目玉がこちらににらみつけている。そして僕は、彼女の体が再び火葬場で焼かれていくのを、ただ黙って見ているしかなかった。その光景を見ながら、僕は一つ確信したことがある。やはり、あの電話は2時子からだったのだ。彼女の身に何かが起こり、きっと僕に助けを求めたに違いない。なんてことだ。彼女は僕に助けを求めていたのに。もっと早く気づいていれば、彼女は死なずに済んだのかもしれない。なのに、僕は彼女を殺したも同じだ。思い込みが激しいな。許してくれ、虹子。遠い昔の美しい思い出が、炎の中で崩れていく音が聞こえた。銀杏さん、誰かが僕を呼んでいる。銀杏さん、どうしたの？ねえ、早く。え？さあ、こっちよ。早く来て。そんな。だって君は、もう死んだはずじゃ。さあ、こっち。ダメだよ。だって君はもう。そう。迎えに来てくれないのね。いや、違う。そうじゃないんだ。あんなに約束したのに、私に気がつかなかったのね。違うんだ。もういいわ。だったら、お前も死ね。ゆっくりと意識を取り戻すと、そこは車の中だった。どうやら運転しながら眠ってしまい、事故を起こしたらしい。それにしても、なんて夢だ。罪の意識のせいだろうか。動こうとすると体中に痛みが走る。しかし、なんとか歩けそうだ。僕は体を引きずるようにして車の外に出た。必死に道路の脇まで行って倒れ込む。この車は、まあいいや。振り返ると車は無残な姿になっていた。なんか昔の車だなと思ってちょっと懐かしくなったよ。しかしまた随分派手にぶつけたな。これじゃもう動かないだろう。とにかく生きててよかった。時間が経つにつれて少しずつ体の痛みは和らいでいったが、めまいが激しく右足がうまく動かない。頭から流れてくる血も止まる気配がなかった。流血してるのか。居眠りだなんて。ま
昨日から寝ずに飛ばしてきたから無理もないか。仕事は？どうしたんだろうね。虹子の葬儀の後、僕は彼女の住んでいた村へと車を走らせた。葬儀もさ、すぐ火葬しちゃったけど、事件性はなかったのかね。あと、ご遺体ってそんなに、状態が悪いとそんなに見れないと思うんだけど、その傘の村はかなり山奥にあり、地図上でもよく見ないと気がつかないようなところにあった。とりあえず会社の方は強引に休暇を取った。社長はかなり怒っていたから、帰っても僕の席はないかもしれない。しかし、それでも行かずにはいられなかった。警察はノイローゼによる自殺と断定したが、彼女の死は明らかにおかしい。もし自殺なら、なぜ僕に「助けて殺される」なんて電話をしたのか。答えは簡単だ。何者かが彼女を自殺に見せかけて殺したのだ。きっと事件に巻き込まれたに違いない。そしてその秘密は彼女が住んでいた村にあるはずだ。必ず犯人を見つけ出し、真実を暴いてやる。それは警察の仕事ではないかな。それが彼女にできる唯一の償いなのだから。まあ、それはさておき。これからどうしたものかな。とりあえず体は何とか動くようだが、頭から流れる血がなかなか止まらない。少しでも気を抜くと意識を失ってしまいそうだ。携帯がないのか、この時代はね。何とかしなければ。僕は必死に痛む体を起こすと辺りを見回した。すると向こうの山間に小さな集落が見えた。もしかしてあれが。すぐに地図で調べてみる。間違いない。あれが彼女の住んでいた村だ。村は山間の小さな盆地にひっそりとあった。その光景は絵画から抜け出したようで、都会育ちの僕でさえ何か懐かしい感じがする。こんな平和な風景の中に、本当にあの恐ろしい事件の真相が隠されているのだろうか。まあいい。とにかく僕はその場で誰かが通るのを待つことにした。村まではとても歩いていける距離ではない。それにこの怪我ではそう遠くには行けないだろう。ここは一か八か、誰かが通り過ぎるのを待つしかない。僕は覚悟を決めてその場で横になった。 道端で、寝てるってこと？しかしこう改めて辺りの森を見てみると、なんだか不気味な感じがする。天気が悪いせいだろうか。今にもあの暗闇の奥から幽霊でも飛び出してきそうな、そんな雰囲気だ。本当にこんな寂しい峠道を誰かが通るのだろうか。もし誰も通らなかったら、この寒さじゃ凍死してしまうかも。いかん。僕は何を弱気になっているんだ。しっかりしろ。彼女の死の真相が分かるまでは絶対に死ねない。こんなところで死んでたまるか。そうだ、車の中にコートがあったはずだ。少し体を温めた方がいいだろう。そうすれば落ち着くはずだ。そう思って僕はその場で立ち上がろうとした。しかし足がもたついて顔から転んでしまった。いけねいけね。つい気を抜いたのかな。また転んでしまった。あれ？おかしいな。
どうしたんだろう。頭から血流してるからでしょ。強いめまいがしてうまく立ち上がれない。それどころか手足の感覚がなくなってまるで言うことを聞かない。頭を強く打ったせいだろうか。少しずつ意識も遠くなっていく。くそ、こんなところで気を失ったら本当に凍死してしまうぞ。ぎんなん、しっかりしろ。叱咤激励。しかしいくらやっても立ち上がることはおろか、体を動かすことすらできない。そんな。僕はどうなるんだ。こんな山奥で僕は死ぬのか。嘘だろ。僕は死ぬのか。大丈夫、一人で。どんどん意識が遠くなっていくのが自分でもはっきり分かった。もうダメか。まさかこんなことになるなんて。ニジコ、すまない。何もできなかったよ。その時、誰かに抱き上げられている気がした。誰だ？薄れてゆく意識を必死に呼び戻し、ゆっくりと目を開ける。少女だ。ショートカートの少女が僕を抱き上げている。女の子が男の人を抱きかかえてんの？なんて悲しい目なんだ。君は誰なんだ？いい？村を出るのよ。どういうことだ？でも、なんだか心地よい。いい匂いが。ん？ここは？おお、気がついたかね。白衣の老人がそばに来て人の良さそうな笑顔で言った。なんだかよくわからないが、僕の頭と右足には包帯が巻かれている。そう、心配するな。ここは村の病院だよ。どうやら僕は助かったらしい。そういえば少女が僕を。金山先生。その時一人の警官が入ってきた。どこかくたびれた中年の男でなんだか眠そうな目をしている。しかも少し太っていて、のんきなタヌキみたいな感じだ。おお、川村さん、ちょうどよかった。やっと気がついたよ。そうですか、そりゃよかった。僕はまだこの事態を飲み込めない。ああ、私はこの村の駐在で、川村巡査と言います。警官は笑顔で言った。僕はどうして？いやー、ちょうど峠を取り掛かった時に、事故車を見つけましてね。運転者を探していたら、銀南さんでしたっけ？ええ。川村巡査は僕の免許証を見ながら言った。あなたが車のそばで倒れているのを見つけて、私がここに運んだ次第でして。あなたがですか？疑問が頭をよぎった。ええ、そうですよ。その時、そばに女の子がいませんでしたか？こう、ショートカットで。いいえ、見かけませんでしたね。それに村にはそんな女の子はいませんよ。じゃあ僕の見た少女は幻覚だったのかな。ところで今回はご旅行ですか？それとも村に用でも？実はですね。と言いかけて僕は言葉を飲んだ。ここで正直に目的を言ってもいいのだろうか。
少し考えて僕は嘘をつくことにした。相手は警官だ。下手に疑われても面倒なことになったら彼女のことを調べるどころじゃなくなってしまう。そう、今は彼女の死の真相を探ることが先決だ。少し落ち着くまで目的を秘密にして様子を見てみよう。実は旅の途中でして、特に急ぐわけでもないんで、少し休んでから帰ります。せっかくだから村の見物でもしていこうかな。なはは。二人は顔を見合わせている。はい、じゃあ今回は場面も切り替わりましたので、今回はここまでにしておきます。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。